私には絶対的に足りていないピースがある。私処女なの。あの見た目でもう完璧すぎるでしょ。じゃあなんで27にもなって童貞なんだ。私が童貞もらいましょう。脱未経験パートナー協定、この関係は2人だけの秘密。もう無理だと思うんだよね。男だって誰とでもしたいわけじゃないんだよ。好きじゃないから。ドラマイズム、凛子さんはしてみたい。俺も男だよ、遠慮しないから。